アクトシティ浜松で今月16日から3日間開催されたのがフォトンフェア2023。光で何ができるかをテーマに浜松フォトニクスが開発した製品の展示や最新の技術が紹介されました。会場は暮らし、健康、脳、地球、宇宙、量子と6つのテーマに分けられ、およそ400点の製品が並びました。スマートフォンを置いて中のものが見れるので実際に見てみましょう。X 線を透過してこのような画像が見ることができます。これで商品を分解しなくても不良品がないかどうかを検査することが可能になります。医療分野ではがん検診などに使う PET 装置や X 線で体内の断層画像を作る CT 装置に浜松フォトニクスの技術が使われています。また宇宙のコーナーではニュートリノの発見に貢献した光電子増倍管やはやぶさ2に搭載されたセンサーなどが展示されました。また将来的に実用化が期待され国のプロジェクトとして進められている量子コンピューターについても開発中の製品が紹介されました。光というものが何かできるんじゃないかということを想定した将来的な設定で今回作らせてもらっています。一番先のものは量子、あとは宇宙とですね、脳ということですね。全て光がやれることということでこちらは考えています。5年ぶりに開かれた光の最新技術を紹介する展示会、浜松フォトニクスによりますと3日間でおよそ9000人が来場したということです。